にちは、シエルです。今日はカルディの購入品紹介です。カルディ大好きすぎて毎月のように行ってるんですけど、今回はこんな感じで、まあ、毎回5000円ぐらいですね。何個かちょっと空いてるのもあるんですけど、海南チキンライス用調味料。はい、これあれだよね、鶏肉のご飯のタイ料理みたいなやつ。こちらはお米と鶏もも肉を入れて、でまあ炊飯器で炊くだけということでね、簡単だなと思って購入しました。かけだれが2種類ついてて、甘辛い醤油ベースのタレと、あと生姜を効かせたシンガポールチリソースというのが入ってるそうです。こちら今回初めて購入しました。こちらはフリーズドライパクチー。これね、探してたんだよね、5秒で生パクチーということで。これね、ずっと気になっててようやく見つけたんですけど、スープや麺類だったらそのまま入れちゃってよくて、で和え物サラダのトッピングの場合は一回お湯につけてから戻して使うらしいです。さっきのもそうなんですけど、こちらもカルディブランドのものなんですけども、パクチーね苦手っていう方もいるかもしれないんですけど、私すごい好きで、ただねすぐなんかダメになっちゃうんだよね。一回で食べないとね、なんかしなしなってなっちゃうから、いつもねどうしようかなと思ってたんだけど、これはいいなと思って気合い入れて2つ買いです。こちらはコムタンスープの素です。牛テールスープですね。こちらのスープはね、熱々ご飯にかけるだけということで、あと麺でもいいみたい。ご飯入れたらコムタンクッパ、麺の場合はコムタンラーメンになるみたいなので、どっちも美味しそうですね。はい、というわけでこちら購入しました。こちらもカルディブランドのトマトカレーです。こちら前回食べて美味しかったので、辛いのが苦手なので、こういうトマトベースのカレーは嬉しいですね。大量に仕入れちゃったのかよくわかんないけどね、ものすごくね大量にこう店頭に並んでて押されてたので買いました。はい、こちらドレッシングですね。こちらサラダの馬だれということで、ごまドレッシングみたいな感じかな。豊かなごまの香りとニンニクの旨味がサラダを美味しくしますということで、ちょっと気になったので買ってみました。はい、こちらは生ハムの切り落とし。なんかこれもお買い得ですよみたいな感じで結構出てて、でこれがね 120g 入ってて、これでね250円ぐらいだったんだよね、確か。生ハムにしては結構お買い得で、なのでこれ2個買ったんですね。で、1個ね、ちょっと食べてみたんですよ。そしたらね、なんかちょっとね、水っぽさを感じたので、まあ美味しいんだけど、やっぱりちょっと高めの、なんか綺麗に並んでる生ハムとかに比べると、それなりのそのお値段に合ったって感じの感想だったんですけど、ただ私結構生ハムだけは食べること多いんだけど、こういうのこそ料理に使うといいかなと思いました。はい。生ハムといえばのこちらのチーズ。こちらのブリーチーズ。これはね、私結構何回も買ってます。はい、これは大好きなチーズです。はい、カマンベールチーズですね。ポテトスティック薄塩味ということで、こちらはポテトチップスですね。これもねものすごい山積みになってて、そうなんかちょっとじゃあ買ってみようかなと思ってね、量は結構ぎっしり入ってますね。はい、あでもあれだって、化学調味料無添加って書いてありますね。なんかさ、誰か来るんだったらパーティーとかにこういうの出したいけどね、誰も来ないんですよね。続きましてこちら、これもねカルディのものですね。3種のチーズサンド、チータラのちょっといい感じのやつですね。これはちょっと面白くて買いました。はい、こちらはいぶりがっこ味のおかきですね。いぶりがっこ味ってなかなかないなと思って、はい、カルディブランドのものですね。おかきたまに出てくるよね、いぶりがっこで。あ、ちょっとこれ開けちゃった。はい、こちらルイボスティースイートオレンジというお味のティーバッグですね。カフェインゼロのものにしました。なんか最近ちょっとカフェイン気にしてて、今ちょっと寒くなっちゃったからまあホットでもいいかなと思うんですけど、ちょっと前までこれぐらいのボトル2本に毎回紅茶作ってて、でそれを1日でね飲むようにしてて、私水分取るの忘れちゃうタイプなので、これを飲み切るぞと思って、少し前からちょっと紅茶ブームで紅茶見つけるたびにいろいろ購入してたんですけど、そうで最近はちょっとそのカフェインゼロにちょっとしてみてます。これはトウモロコシのソフトキャンディーですね。なかなかこのトウモロコシ味っていうのはないよね。ね、ちょっと珍しい感じがしたので購入しました。ちょっとハロウィン意識してみました。パンプキンパイ、カルディさ、ハロウィンのお菓子もたくさん置いてて、お家でハロウィンちょっと楽しもうと思って買いました。
これ絶対美味しいやつだと思います。はい、こちらが粒マスタードですね。種入りマスタードということで、最近ねお家のねマスタードが切れちゃったので購入しました。マスタードは料理する時の、ま、調味料で使ったりもするし、ウインナーとかねつけて食べたりするので、はい、マスタード。前回スイカとマンゴー買ったと思うんですけど、はい、今回はこちらです。ブラッドオレンジジュースとクリアバナナウォーター、この2つを購入してみました。はい、まあ、ブラッドオレンジはわかるんだけど、バナナウォーターっていうのがちょっと気になるよね。ブラッドオレンジは果汁 100% だけど、バナナ 57% なので、バナナ風味の水。最近ちょっとさ、バナナやっぱ体にいいよって聞くからちょっと意識して買いました。これはすごい可愛い。はい、こちらはリンゴジュース。すごくない？このボトル、やばかわいい。これはね私にとっては贅沢品ですね。ストレート100アップルジュースということで、このボトルがかわいいよね。私あのお酒があんまり飲めないので、こういうなんかちょっとおしゃれなジュース、それを飲むことを幸せに生きてるね。ちょっともったいないな飲むの。最後はこちら、はい、カルディといえばコーヒー。私がこうやって持つとちょっとマジシャンのトランプみたいですね。はい、というわけでこちらのドリップコーヒーですね。こんなのと、はい、こんなのと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 、はい、最後はこれ。これちょっとあれだよね、ハロウィーンだよね。ブラックハロウィンブレンドということで、ビターチョコレートを思わせる滑らかな苦味とコクが特徴のハロウィン限定コーヒーということで、ちょっとここもハロウィンを意識してみました。はい、そんな感じのカルディ購入品でした。ただねまたね来月も行くかと思います。10月になったらすごいハロウィン一色になってそうだけどね。また面白い商品があったら紹介したいと思います。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。